そして新年明けましておめでとうございます。イギリスも年が明けました。ということで今日はこちらのシャンパンを開けて飲みたいと思います。これは職場の方にクリスマスプレゼントでもらったんですけど、まだ飲んでなかったので今日飲もうと思います。M&S っていう高級スーパーで買ってきてくれたお酒です。こちらのオレンジジュースももらったんですけど、これは先に飲んでしまいました。美味しかったです。こちらのシャンパンを開けます。意外と簡単に線が抜けました。綺麗なローズの色をしたお酒ですね。いただきます。とても飲みやすくて美味しいです。こちらのグラスはですね、自分で買ったんですけど、 TK Maxっていう家電だったり衣類を販売してるお店があるんですけど、日用品とか食器も売っていて、でそこでこのグラスを買ってきました。でこれはドイツ製のクリスタルグラスみたいです。2つ入って 2.9 ポンドだったので、クリスタルグラスだしと思って買いました。今日はさっき欲しいものがあって買い物に出かけてきたんですけど、欲しいものが手に入らなくて、食料品だけ少し買って帰ってきました。欲しかったのが乾電池と重曹と、あとはファブリーズですね。ファブリーズを探し回って歩いたんですけど、一つファブリーズを見つけたんですが、私の欲しいファブリーズの種類じゃなかったので買うのをやめて、何軒かその後も探し回ったんですけど、夜6時ぐらいに家を出てしまったので、お店が閉まり始めていて、ちょっと出るのが遅かったので、また別の日に買いに行こうと思います。今年やりたいことはいろいろあるんですけど、まずはコロナのワクチンパスを取りに行こうと思ってます。コロナのワクチンパスっていうのは、ワクチンを受けた人がもらえるワクチンパスポートなんですけど、外国でワクチンを受けた人は専用の登録センターというところに行って、ワクチン接種証明を提出すると NHS に自分が外国で受けたワクチン証明を登録できるんですね。それを今月1月中にできたらいいなと思ってます。そのワクチンパスを持つとイギリスから他の外国に旅行がしやすくなるので、それをまずは手に入れたいと思います。まあコロナ禍なので、ワクチンパスポートを手に入れても外国に行けるかっていうのはまた別の話だと思うんですけど、まあ、ひとまず手元にはワクチンパスポートを置いておこうかなと思って、今月その手続きをする予定です。
フランスが隣の国なので、ユーロスターでフランスに行くのが有名なんですけど、フランスは今入国制限があって、行くのがなかなか難しいので、国内旅行をまずはしてみようと思って、国内旅行に行けたらいいなと思ってます。イギリスに YMS ビザで渡英してきたんですけど、正直あんまりイギリスに詳しいわけでもなくて、イギリスがすごい大好きっていうわけでもないんですね。好きか嫌いかで言ったらイギリスは好きなんですけど、イギリスに対して強い好きっていうパッションがあるかって言われたらそうでもないんですね。なのであんまり旅行先っていうのを知らないので、これからイギリスの都市をいろいろ調べて旅行に行ってみたいなと思います。せっかく来たからにはいろんな土地を見て帰りたいなと思うので、旅行に行きたいですね。あとは動画でも何回か言ってるんですけど、銀行口座がまだ開けてないので、今月の目標は銀行口座を無事開設し終えることです。あとはまだ働いて少ししか経ってないんですけど、クリスマス休暇に入ってしまったので、その間にあんまり英語を使っていなくて忘れつつある気がするので、次出勤した時多分大変だと思うんですけど、思い出しつつ仕事に取り組もうと思います。コルクを閉じようと思ったんですけど、コルクの閉じ方が分かんないですね。これは飲み切るしかないですね。で、クリスマスなんですけど、私はクリスマスの前にコロナのブースターワクチンを受けたので、クリスマスの間はすごく具合が悪くて、日本から換算すると3回目の接種だったんですけど、やっぱり副作用が強くて一日中ベッドから起きれない状態で、次の日も割と熱があって辛い状態でした。なのであんまりクリスマスは動いてないです。家でひたすら食べ物を食べて寝てっていう風に過ごしてました。で、年末年始なんですけど、もしコロナじゃなかったらウェストミンスターあたりでカウントダウンの花火っていうのが毎年見れるそうなんですけど、それは予約制で、で私も予約しようかなと思ってたんですけど、今年も去年と同じように中止になってしまって、予約ができない状態でした。で、クリスマスが終わった後に年末年始どうしようかなと思って、コロナのワクチンが終わったら考えようと思ってたんですけど、そのワクチンの副作用がすごくだるかったので、もう年末年始のことを考える気力がなくなってしまって、なので年末年始はおとなしくじっと家にいました。一応年明けの瞬間は家の周りに花火の音が鳴り響いてて、どっから花火が鳴ってるのかはちょっと分かんなかったですけど、花火が打ち上がってて家から花火を見ることもできました。で、みんな家から顔を出してですね、騒がしくしてましたね。そんな感じで、せっかくイギリスに来たのにクリスマスも年末年始もあんまり実は楽しんでないっていう状況なんですけど、まあコロナだししょうがないっていう言い訳と、知り合いのつてもなかったので、まあしょうがないかっていう言い訳と、でもコロナだろうが何だろうが多分楽しむ方法を知ってる人は年末年始をイギリスらしく過ごしてたのかもしれないですけど、私はまだここに来て日が浅いのと、
コロナワクチンでダウンしてたっていうのがあるので、年末年始はおとなしく旅行も行かず家でじっとしていました。ですけど、イギリスに来てから買い物一つするにしてもいろいろ考えながらしなきゃいけないので、休憩することができたなとは思ってます。やっぱり人間ずっとアクセルを踏み続けることはできないと思うので、ゆっくり休憩できてよかったなと思ってます。では今日はこの辺で終了して晩ご飯を食べたいと思います。